こんばんは。こんばんは。じゃあ、ゆかりんからどうぞ。はい、今日の生アットマーク広島アクティブリンクは、もう104回目になりました。今日のゲストは、とても素敵な、街のゆとり空間。ああ、そうでございます。ありがとうございます。花屋サイプでございます。よろしくお願いします。以前私が金髪のイケメン花屋さんでブログに書いたんですけど黒い髪になってもう大不評だった銀行員つっても通用するようになったんで素晴らしい。よろしくお願いします。 NHK の裏で花屋をやっております。はい、とてもはい、テントがグリーンの、そうなんです、小島屋さん、花屋さんなんですけどね、とてもねセンスのいいお花をいろいろしてくださるの で、ね、奥田先生の作品展とか、椎の木先生の作品展とかに使わせてもらったり、そう、萩原まみちゃんのコンサートの時も、生アットマークのみんなで花束をプレゼント、ちょうど桜の時期でもうすっごい立派なもう花束を作っていただいて、エントランスのところに椅子を出してバーンと飾ってもらって、ちょっとみんなお金を出した人々は花束かだかで、ああよかったですよかったっていう感じだったんですけど、ご利用さんありがとうございます。何かあったらぜひご利用ください。よろしくお願いします。今とっても忙しいそうなんで、その忙しさの間に入れていただけるみたいですので、そうです、もう絶対これに出ようと思ってスケジュールを調整してきました。いや、それにね、来月の10日で3周年なんです。そうなんです。まだ3周年なんで、そんなにお忙しいの。いやいやいやイケメンだから。もう罰が当たりますから、ありがたい言葉ばっかりの、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっとなんか恐ろしいことになってるんですよ。そう、今日はうちの店で、はい、まあ、第2第4の宣伝みたいですけど、はい、第2第4火曜日にやってるレッスンをここで再現しますんで、はい、そうなんですよね。私はだいたいあちら側に行って声だけの視点なのに、今日サイビさんの立っての命令で、無理を言って今日出ていただきました。おりますけど、もう出かけの夫から太りすぎだからって言われて、次の時は痩せておきます。なことない。そう、全然全然。よろしくお願いします。ただ、私たちが口ほど手が達者がないと思うんですけど、1時間でちゃんと立派なアレンジができるでしょうか。大丈夫です。でも目標はまあ10時までに終わらせる、はいはい、できればそれより5分ぐらいは早く終わらせて、はい、このままカメラにですね、お花を、はい、まあ、できるようにね、光の映してもらって、まあ、品評会じゃないですけど、そういうのさせていただければと思っております。気品ある生け方ができるかしら。人柄が出ると言われております。お花の性格が出ると言われてます。まあ、これ僕メンバープレッシャーになりましたけど、そうプレッシャー、じゃあどうなるんやという話です。人柄が出るということだから、ちょっと先にやっぱり先生にちょっと見本を見せてくださいね。ちょっと、まあ、はい、私が、まあ、はい、最初にですね、はい、よろしくお願いします。ちゃちゃっとやります。はい、ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。いるように見てますので。ああ、もう見てください、見てください。ガンガン見てください。したことないので。で、お花はですね、はい、皆さん、喧嘩されないように、はい、お二人がですね、あ、お花の量は、輪数までもうほぼ全く一緒です。はい、ちょっとミリ単位のお花の輪、お花のこうサイズの違いがありますけど、はい、ご視聴のお花でさせていただきますので。ふみちゃんの格好が良かったら、私のセンスが悪い。もう膝となんかもシャッフルしてもどっちが作ったかわからないようにいいんだけど。じゃああれなんですね、もう一応平等にしてあるっていうことですか。そうです、そうです。はい、わかりました。もうはい、ハンデキャップとか一切なしでもない。いいです、いいんです、私得意だから。おお、いや違う、すごいハンデキャップでみんなが見えふりをしてくれるとか。すっごい、いやもうガンミス、ガンミですもん。これがね、穴が開いて畳になることもある。それはこうためらい差しをするとなります。プランプラン。じゃあちょっと僕が最初にこう作ってみますんで、お会いしますね。ちょっとまあ説明をしながらですね、はい、まずは花瓶の中にあるお花を見て、はい、真ん中に刺す1本を決めますんで、真ん中に刺す、もうこっからもうセンスです。もうスタートです。
あ、もうそれで、ええ、そうです。あ、それも決めなきゃいけないですね。そうです。この中にあるお花を見て、はい、じゃあ私はどれを真ん中にしようかを決めて、はい、それは大きいとか小さいとか何かあるんですか、うん、大きい、ちっちゃい、ま、基本的には大きいものが真ん中にパッとくるといいんですけど、はいはい、あんまりこうルールを作ってしまうとですね、面白くなくなるんでですね、はい、もうこれ真ん中って思ったやつを真ん中に、まあ、もうすでにその選んでるんですか。選んでるんです。お二人にあのハサミご用意しますけど、まあ、僕はプロっぽいところを見せて。ああ、私手で握っちゃったかと。いや、なんちゃんと持ってます。そんな野蛮じゃないです。でまずこれもいいですか、もう説明しよう。はい、はい、どうぞ。口は黙ってください。茎をこう斜めに切ります、はい、斜めに切るっていうのは、はい、あの断面積が広くなるので、はいはい、お花がしっかりお水を吸うようになりますので、でこのオアシスってこのスポンジの中に 1.5 から2センチぐらいですね、はい、刺すようにします、はい、深く刺すと浸透圧でお水がこう吸い上げられるんですかね、ですので、でど真ん中に1本まずは刺します、はい、あ、真ん中に、真ん中にね、まあ、ちょっともうちょっとまっすぐ、はい、まっすぐね、はい、でこっからは、まあ、そのまあ、お二人、まあ、今からしていただくんですが、はい、決められたこの真ん中で決めたお花の隣に何が来ると可愛いかなとか、はい、ああいうのを考えながらですね、していただきますんで、はい、まあ、僕はもうスッ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 ちょっと、まあ、一応ね作ってきますんで、じゃあもう先生最初から最後までセンスなんですけど。そうっすね。一応ですね、はい、まあ、引っ付けてこう隣同士をこう作っていくと、今日はですね、はい、こんもりした形のこうお花のアレンジメントしていただくので、はい、ここ刺してこのこっちっていうよりは隣同士を刺すと形がこう作りやすいんでですね、で、まあ、このカゴの真ん中ですね、はい、横から見たこう真ん中と上から見た真ん中の交わる点に、まあ、おへそがあると仮定して、はいはい、そこをめがけて刺す。うん、逆の言い方するとそこから放射状にお花が出てるイメージ、はい、それをするとこう丸い形になります。はい、言うのは簡単ですそう、言うのは簡単です。僕も今もかなりのプレッシャーの中で全然もうあの一番も楽しんでいただくことなんで、そうですね、これが一番です。わかりました。あんまこう難しいことを何番言うてもですね、はい、なんかお花さすの楽しないわってなったら、まあ、意味がないんですかね。なのでよいしょ、これね、あのお客様の前でお花を作る時もガン見って言うんですかね、今の言葉で言うと食い入るように見られる方もいるんですけど、あれ一番緊張しますよね。あ、僕はもうそれを緊張を任すのに一生懸命、だからこう、こう最初全部こう高低じゃなくてこう全部同じ高さ で、ええ、でこう微妙にですね、真ん中のお花に対して 0.5 ミリずつぐらいこう、ね、下げていくんです。あ、 0.5 ミリじゃ 0.5 センチ、5ミリとかぐらいにするとこういう形ですね。難しい、こういう形、階段っぽい感じできる。わかりました。やってみます。まあ、見本を見ながら作っていただくんで、うちの店でやってるのもですね、だからまあそんなに何て言うんですかね、難しいあれはないです、はい、そのまんまもう再現していただいたらいいって。この花、花は何でも、うん、だから、うん、その通りにしなくてもいいんですよね。そう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 、今日は時間が限りがあるので、はい、こう見た感じ、こう見本をですね、はい、再現していただくと多分その時間内には収まるとは思いますね。かわいいですね。早いですね、やっぱり。もうこれで飯食っとんでも失礼します。これがねっていうのは、僕あの飲み屋街の花屋さんでちょっと修行しよったことがあって、あ、酔っ払った人が来るわけなんですよ、すごいこうイラ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 されるんですよ。でも早いお姉ちゃんとこ持ってその花をね、大きい花束を持ってお姉ちゃんとこ行っていい顔したいと、
まあ、お客様のことをそんな言ったあれですけど、ありがたいお客様、なんでもお兄ちゃんまだかみたいな酔っ払いの人からのプレッシャーとかね、あの受けながらやるわけなんです。かわいい。でもそれ、あの酔っ払ったお客様はほら、あの馴染みのお店のね、あの女の子を喜ばせたいと思うから、結構奮発されるんじゃないですか。そうですね、まあ、なんかエコの方の話は高いですかね。どちらそんなこともないんですよ。あんまりね、どこの花屋さん高いとかだら市場で会った時に、お前何言ったんやこれね、こう見とくかもしれないもんね。そうそう、いいところ、ね、そう、いいお花屋さんばっかりなんですよね。あ、ね、あ、あと住んだろうもんね。あのリスト作っときますここはいかん方がいい、ね、激戦区でね、あの修行されているので。もともとはもう高校出てすぐお花屋さんになろうと思って、僕は高校出て大学行って就職活動をして普通の会社に就職をして、そうそう、ネクタイ締めてサラリーマンの商談ですよ。住宅営業ですね。それで花屋さんで、まあその住宅営業の時、悪い先輩に捕まって遊んでばっかりだったんですよね。うん、でも成績がまあ悪くなって、お前どうすんやと上司の人に言われて、じゃあ僕辞めますっつって辞めてまあね、なんか決断早いですね。辞めたないけど何しようかいうので、まあ失業保険をね、まあ、とりあえずもらおうと思って、あの職安ですよね、あそこ行ったら職安、僕は職安の、まあ、おじさんが、花の学校いうのがあの職業訓練校であるわ、行ってみるか言って、あ、そう、じゃあちょっと僕行ってみますわ言って行ったのが始まりなんです。じゃあ花の名前なんですよね、うん、人って。ああ、もしなかったですよ、花屋さんに入ったこともなかったし、全然でしたよ。でもその出会いが思いがけずね、あの向いてたってことですね。こんな感じですかね。まあでも住宅営業はね、やっぱノルマがあるんで、プレッシャーもう半端じゃなかったんですよね。あの上司からのプレッシャーもだし、やっぱ給料泥棒じゃとか、ね、言われたりとかも。給料泥棒はきついですね。でも売るものは大きいから、そんなにバンバン。そう、年収ですよね。300ぐらい売ったらもう OK じゃないですか、そんなこと。でもね、毎月売らんといけんよ、ね、ノルマがあるわけなんですよ。毎月家を売るって大変ですよね。でもね、それを売ってる人もいるんです。どういらっしゃるわけなんですか。ちょっと豪快にやり直すんですけど、気になさるんですけど、なんですよ。で、そういう人はまあ、どの子色 の、うん、色の組み合わせでかやられた、それとも高さのやあれで。これね、高さですね。高さですね、ちょっと張り切って背高をしようったら、お花がこれちょっと隙間ができたわと思って、ね、ちょっと微調整でございます。そういうところが素人にはできるのです、だんだんできるようになる。もうほらもう、っていうかまあこれあの楽しんでいただく分なんで、そうですよね。そうですね。できなくていいんですよ、別に。ボクボクじゃ私がやったら。いや、いいんですよ、あの自然のものを使ってお花ね、これやるので、凹凸があって当たり前なんですよ、これは。まあかわいい。フラワーアレンジメント楽しそう。楽しいですよ。いや、まだやってない。いや、まだ楽しいかもしれない。僕は楽しいですよ、今。いや、私たち腕が、まあ、楽しいのか、まあ、とてもじゃないけど、もうすごいプレッシャーの中で今作業してますけどね。今日ね、ユーストリームの方のチャットがちょっと調子が悪いんですよね、だからどっちかっていうと生アットマーク広島アクティブリングのブログの方のあのちゃんとでお願いします。すいません、なんかいろいろと。うわー、はい、かわいい。もうできました。あー、かわいい。じゃあしんくんちょっとこれを写してあげてください。はい、はい、じゃあそっちで。バランスいいですよね、やっぱりね。いやー、どうですかね。ちょっとね、
ちょっとここがお花が甘くたりもあれだったんですが、僕らはラッピングっていう裏技があるんで、それがこういうのもうまいことまあなるわけですね。ちょっとまあカメラ前のプレッシャーあるのでね。あ、綺麗に映ってますか。あれです。こっちもどうぞ。おーおーおー、いい感じです。はい、本当よ。ちょっと待って、どうしよう。私たち大丈夫かしら。商用時間、今何分になりましたか。今15分ぐらい。15分ですよね。じゃあ、あとまあ、45分ありますから、バッチリです。はい、じゃあ頑張ります。じゃあ、いろいろまあね、こう、ああだこうだ言いましたけど。出してやった方がいいですか。これは、やりやすい。こうでいいので見える花を 見ながら、じゃあこう皆さんのですね、お花を作る時の不問の表情をオンエアした方がいいと思います。僕はじゃあちょっとねこれ入れます。いやいや、いいんです。じゃあよかった。私が不問の不問の表情をアウトしていただいてみんながでも習わんわいって言うなったらちょっと困るじゃないですか。あんなに苦労するんだったらええわい。だからね、お友達同士とかでいらっしゃっても、うん、お二人全然喋ってないようになったりとかね、うん、え、私喋りますよ。お二人ずれ、3人ずれていらっしゃる。いや、それはね、一人、私みたいな不器用な人は差がね、もろにわかるんですよ。ゆかりカメラに見え、ね、だからもうちょっと隠したいんだ。いやいやいや、隠したいんだ。先生買っていただいた。あ、顔映ってますね。はい、大丈夫です。じゃあ、はい、真ん中に。で、ドセンターに。ドセンターに。じゃあ、どれを刺すかですね。だって、でも同じようにしたらいいでしょ。このが一番のマーク。私、違うのにしよう。私はあんまり考えたじゃないですか。で、僕、ちょっと気持ち、背タコを作りすぎたなと思ったんで。ここら辺ぐらいで切ったらいいです。これはもう。センスです、僕が作ったのよりは背が低い方がいいですよね。ちょっとでももうちょっと低かったから。で斜めに葉っぱがなくてもいいんですよ、ね。葉っぱはない方がいいです。葉っぱがないとあるとあのお水がお花にも葉っぱにもっていう風になります。あ、もう真ん中じゃない。あ、やるのっけ。もうちょっと低いしましょうかね、背をね。お二人のところね。あ、これぐらいですね、はい。で、もう5ミリ引っ越しましょうかね。待って、あ、いいですね。はい。でもう僕はここからね、何も言うことはないんです。この隣これがいいなっていうのを、ご自身でこの花瓶の中のお花を見て、判断していただくということで。もう僕はコーヒータイムする、ぶっちゃけ。もう。サミちゃんもね、センスがええんじゃん。いや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 。私ね、これセンスね、ないんです。自慢しとる。大丈夫ですか。大丈夫です。これは2個ついてない方がいいんですか。まあ、センスです。まあ、でもね、刺しやすいのはこれ落として。全部落とした方がいい。で、つぼみはつぼみでまたよそに入れてあげるんです。はあはあ、もうちょっと気持ち下げましょうかね。あ、もっと下げた方がいい。これぐらいでいきましょう。これもうじゃあこれぐらいで。隣がね、これあんまり隣が低くなると山みたいになるんで、出来上がりが。じゃあこのぐらい。うん。極力こう、丸っぽいフォルムで、ちゃんと低いかもしれないです。あ、もう短く切った。いけんな。で、これは短い分にする。そうですね、外の方に行けば行くほどお花の茎は短くです。あ、でも最初短くしとっちゃった。じゃあこうか。じゃあこうすればいいか。あとはちょっとしか刺さらんけど水吸われた。これはこう円の外の方にですね。じゃあこうか。まあ、ほかもこう言ったらね、皆さんの早い創作意欲を。そう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 。ふみちゃん上手なんじゃん。いや、そうじゃなくて、もうそのあれのゆかりどんどん。ゆかりがちょっとあのかまけとるうちにちょっと目立たないさっさとやってしまおうかと思って。お二人にとってことはバッチリ見えてます。見えてましたか。より映るようにね。これで絶対さ、あれよね。みんなが向こうで見とる人たちはなんでそれをそこに刺すんよとか。もうちょっとこう刺したら。ここら辺にしたら。手元がよく見えるでしょ、お二人の。これは、あれ長すぎるのか。もうやめとなってきた。何をですか、もう帰りとなってきた。千里の道も一歩からですよ。まだまだもう。でもちょっとなんか、先生の見てるときは簡単そうに見えたけど、
そう、なんか、いや僕 もう難しい。やり始めの頃はもう苦悶の表情を浮かべ作ってましたから、先輩方、上司の方に怒られながらですね、俺がお客さんならお前が作ったそれは構わないとか、ああいうこと言われながらもひどい勉強を修行してるわけでございます。あ大丈夫です。あ、もう大丈夫です。問題ないです、問題ないです。こうやってなんか、できおるじゃん。いや、そうじゃなくて、なんか、ちょっと思ったイメージと違うんだけど、あ、この子を入れるのは大事なことを言うのは確かに、まあ、出来上がりを想像しながら作るのがいいですね。ですよね。だけどもう半分ぐらい進んだところで、まあ今更言うのもなんですけど、先生もうちょっと早く言っていただいて、まあ、あと大事なことは回しながら作るですね。あ、そうですよね。はい、あ、そうそう、あの常にこう今からお花を刺すっていうところを見やすいところにしてですね、そうですね、もう籠を回さずに作ると同じところばっかり見るようになって、あ、これちょっと低いんかもしれない、これは。なんかもうこっちをこっちにした方がいい、ちょっとゆかりんじゃないけども、だんだんもうなんかあれ考えることになんか疲れてきた。笑っちゃいけん、先生。いやいやいや、もう考えること疲れるとかいろんなコメントがもう盛りだくさんなので、もうね、同じ花と思えない姿になりそう。いや、そのことなんですよ。なんて、なんて美しいんでしょ。そう。いやいや、花は綺麗なんですよ、花は。いやもう。その扱う、ここの制作過程とか途中で見てももう美しいです。我らがちょっと。作っとっての人も美しいです。今なんか新聞パーって言ってた。そのため息は何なんだろう。ため息じゃないです。いや、いい感じじゃないですか、うん、お二方とか。ねえ、いいじゃないですか。そうなの。丸を作らないじゃん。そう、丸く作らない。まあ、あんまり僕がこう、こってこてのまん丸なのはちょっと嫌なんで、ちょっと上を潰したような形に僕は作ってしまうんですよね。まあ、それが好きなんで。はい、でも、お花の試験とかだと半円形ですね。美でなんたら。ああ、ビタマイヤ。ビタマイヤ。あるな、オランダ語かなんかな。まあまあ、ビタマイヤとかね。よし、取ったじゃないですか。すごい。あ、なんかもうすぐに潰れてしまった。いやー、これをこっちに入れる。ああ、もう。これは済んだ、これは済んだ。そう。これは終わり。終了。まあ、どうしてもやったら、まあ、コキー聞いて刺してもいいです。そうですよね。自由です。自由。店の今日は時ももうだいたい僕いらんことばっかり喋って終わるようになるんですけどね。そういえば先生、ハワイアンはどうなんですか。ハワイアンは僕ちょっとまたこういうとこあの店よっぽど流行ったのかと思われるんで、あれなんですけど、本当は流行ってないんですけど、まあ、仕事がちょっと忙しくなってですね、流行っとるじゃないですか。いや、なんちゃら暇なしですよ、もう。ハワイアンね、あれですよ、されてるんです。もうちょっと今ね、教室あ、折れた、やめてしまってね。あ、そうなんですか。奥さんだけがやった。そうなん。社長だけ。社長だけ。いや、サーピさんも奥さんが社長なんで、西成と同じ。西成でもの奥さんでもね、やめようかな。なんでそんなこと言うの。衝撃発言。衝撃発言。このタイミングで。なんでそんなことになったんですか。そうそう、もうちょっとね、あの、主人が意地悪で。バイセイニングもでも優しいですよね。そう、みんな優しい方ですよ、ね、違うの。違う、どっちが意地悪なんかみんな思うじゃん。やっぱこう好きな相手には意地悪したくなるんです、男の人っていうのは。あ、そうなんですか。そういうもんですよ、ね、奥さんに絶対意地悪しますよ。ちょっと待って、それどういうこと。奥さん、何の意地悪もしますよ。すごい可愛い人なのに。そんなことない。好きなこと意地悪するって言っといてよ。全然意地悪しないって言ったらそれどういうことですか、うん、ね。もう何も対象もしませんから、好きじゃないってことです。あんな奥さんのこと、いやいや、あんなこと言ったら
ね。でも男の人のハワイアンってすごい私憧れるんですよね。かっこいいですよね。あの広島でもね、教室がもう1個か2個ぐらいしかないんですよ。あー、銀ちゃんが来た。銀ちゃんに行けてもらえよ。あ、お父さん、あの男性のお花屋でもいいですからね。銀ちゃん、早く来ればよかったな。ほんまよ、すごいシグな花を作ってるほんまよ。どうもお久しぶりでございます。どうしたらいいんかしらと思って。もう今年はベッテルで決まりのことで。なんで、なんでまだ諦めてないんですよ。まだのアロンさん諦めてない。今日、うまくいかん。今日こちらに来たらストリップが見れるとき。そうそう。でも、でもよ。でも、銀ちゃんすごい勇気あると思わない？だって、ここでストリップで渡せるのそれも、みんな覚悟で来たわけでしょ。いやいや、まさかしてないじゃん。あれ、柴田さんの奥さんは？奥さんはハワイアン。今、ハワイアンの話を忙しくて やめちゃったんですって、ご本人は。大声やしもうたんですけど。ああ、大変なんです。うん、あのね、これを、ちょうど5人おるかなと思ってきたんです。え、なんですか？洋食器。あ、 ありがとうございます。でもね、私ね、あの買ったの忘れて泣き言ったんです。そうなんです。実はゆかりは今日は、うん、コーヒーのお茶向けを忘れてるんです。すごいあの、デパートにぎんちゃんから。あ、すいません、ありがとうございます。お茶向けを忘れて泣き言ったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ほら、柴田さん見えてない。まず僕は古賀監督みたいな感じでチラチラ映る感じで往年の名監督みたいな。なんかちょっと待って、私がいや、いい感じっすよ、お二人とも、まあ、この大胆なこと、ゴボゴボじゃん。いや、それが大事なんですよ、大胆さが。あ、そう、これちゃんとなっとるん？なってます、なってます。なってますか、先生。なってないですけど、いいんですよ、私知らん。旦那捨て鉢になって、いや、なかなかいいじゃん。まあ、性格が出るっていうことですね、お花をやっぱりそうなんですよ。そうなんで、そうじゃないかと思ってました。大胆素敵。え、もう刺すものがなくなりました。まあ、終了です。ちょっと待って。刺すものがなくなったら終了だろうか。ちょっと待って、これいいのかな。いいんじゃない。でも、かなり順調じゃないですか。今、時間は違う。なんか、ゆかりなんかものすごく面白い。早く。いいです、いいです。いいですよ。な、同じお花ですよね。なんか、こんなお花入っとった、私に。かわいい。あ、そう、あ、喧嘩はもう勘違いだった。ちゃんと見て持ってきましたから。ちゃんと、まあ、公平に。公平にですね。これは平和だから。そうそうそう、ちょっと緊張してしまうから、普段お店でご提供するのはもうちょっといいものなので、ちょっと上手にしております。葉っぱも入れたら、ここら辺は葉っぱを入れるのを切り替えますか。あ、そうですね。あ、でもできちゃった。なんか、まあ、丸いけど、なんかゲジョゲジョじゃん。ゲジョゲジョの子供も初めて聞きましたよ。ゲジョゲジョ。どうなんですか。ぐじょぐじょじゃん。どんなんですか。あ、これでね。これでいいですか。どんなんですか。どういう、すごい。見ていただくために。こんな感じで。あ、これがブラブラしてる。ブラブラしとってもいいですよ。あ、これが個性ですから。あ、こんなちっちゃいのも刺しとった方がいいですか。そうそう、もうこれもせっかくなんでね、仲間に入れてあげて、はい、ちょっとここら辺に行けたんでしょうね。はい、行きました。じゃあ、これをちょっとすいません、よろしくお願いします。品評会ということでですね。品評会、いや、かっこいい。まあ、まあ、いいじゃん、私らしくってね。まあ、じゃあ、それもいいじゃない。ご内緒で、こう、ご自身の制作のポイントをですね、ポイント、はい、カメラに向かって述べていただくということで、はいはい、それを回しながらこう喋るみたいなんじゃないですか。このお花を思ってるんですよ。制作のポイントこのお花を制作した意図は、トルコキキョウのこのひらひら感をいかに華やかに、はいはいはい、あのバラで引き立てるかというのポイントを、はい、作ってみました。そして、はい、そしてあの色のバランスですね。色のバランスについては、バランスについてはこれ
てこちらが、あの燃えるような恋、はい、こちらがそこまで行きました。出ましたね。こちらが仕事のフレーズ、そうですね、こちらがもうあの枯れたような濃い、もうちょっとあの色が色冷めたカーネーションのこの色合いがとても素敵だと思いますが、いかがでしょうか。どっちの声なんだけど、こちらも燃えるような恋と、あちょっとこう枯れかかった声、こうもう一つのこのアレンジメントの中でも、はい。